はい、どうも皆さんこんにちは。サワヤンゲームズですと。しゃってことで、はい、チラーズアート作品第2弾でございます。よろしくお願いいたします。本日は幽霊列車をプレイしていきたいと思います。前回のゲーム、なんと新エンド、はい、本当のエンディングというものもね、あったみたいなんですけど、あったみたいですね。ユンチョルが画面酔いすぎて、戦闘不能になってしまった関係でちょっと最後はできませんでした。ノーツクダウンでございます。本日は、はい、そういったプレイングの面も含め、私ちょっと成長してきてまいりました。改めて、はい、ちゃんと新エンドまでいけるように行こう行こう行こう。本日は、プレイしていきます。ユンチョルもコンディション上げてきてる。コンディション上げてきた。今日は調子やりましょう。じゃあいきます。初めから。さあ始まった。田中健介42歳、性別男、保険会社営業部長。部長結構偉いよ。今回サラリーマンが仕事終わって帰ってるところのそのストーリーらしい。なるほどね。うわ怖いな。もう4月22日おお、なんか始まった。いきなり始まったよ。なんか前回より結構感度良くない？どう？感度めちゃくちゃいい。完全に酔うやつよこれ。完全にこうやってやったらもう YouTube やばい。動きこうやってやったら YouTube こうやばい。でしょ、でしょ、だからね。分かった。大丈夫。でも動き早そうじゃない今回。前よりダッシュ、ちょっとダッシュはできるっぽいわ。前回さ、なんかもうゆっくりやりつつ。逆走とかできんのかな。幽霊車なら幽霊出んのかな。そういうこと。こういう、お逆走してるよ一応。え、逆走しちゃってるよこれ。大丈夫そう。ありじゃん。最近猫と遊んだことありますか。どういうあれ。おしゃれすぎる猫カフェ、ワイワイ、32歳。行きたい。死ぬ間際の猫って働かせんだよ、お前。死ぬ間際の猫、ワイワイ働かせんだよ、お前。32歳、ギネス記録じゃないよ。いや、危ないよ、もう。かなり長生きの猫だけど、働かせるな。20ぐらいじゃない。4歳、年齢書くな、そもそも。ちょっと怖いわ。そういう。なんか、情で行きたくなるわ。死後を見届けるみたいな。もう、ギリギリのね。お、サンツルのマカロン。ミツルじゃなくて、ミツルかサンツルじゃなくて、どうやったら分かる。好評発売中。うまそうだな。なんか高槻凛香が手掛けるホテル行きたくね。これはホテル高槻ちょっと信用できねえぜこれ。大丈夫。 VTuber がなんかホテルとかそういう授業も始まっちゃってる。人気カフェのオーナーって書いてあるよ。あの人気カフェのオーナー、カフェで満足しとけよ。もうあなたに会いたいです。運命の人と出会える。一歩間違えたらオフパコに見えるぞ。一歩間違えたらそう読み替えない。これパコオンラインを通して、会話してみませんか。いいね。今時だな。うわ、なんかちょっと古いね。赤いよなんか。うわ、まだ列車が来るまでに時間がありそうだな。なるほど。タバコを吸う余裕がありそうだ。喉も渇いたしと、お腹が痛くなった。いろいろだな。いろいろもう死に間際じゃん。この時間はいつもお腹が痛くなってしまう。ストレスかな。これはもう終電間際的な。どういうホーム？怖いわ。タバコ吸うか、とりあえず。タバコ。一気にホームで吸えるって結構昔の時代なんじゃないですか。だいぶやばいよ、アウトだよ、普通に。普通に。矢に吸ってからお前電車乗れよ。昔？ポスターがさっきは、塩タンプロデュース。リスナーを大事にするアイドル塩タンがプロデュースした女性のための戦闘アイテム。塩タン？戦闘アイテムなのこれ。人を殴るのこれ。戦闘アイテムらしいよ。怖いね、なんか。これで人をボコすってこと？シークつけてなりたい自分に生まれ変わる。怖いねちょっと。なんかさっきこう流れてる、ね、ブクミネビジュアルベンジュアル。怖い。きたねこの。きっと入れる。うわーお、なんか一気に雰囲気変わったぞ。やめとこう。え、怖くない？電気の入ってないトイレに入らない方がいいって教わったもん。女性のトイレは。女性。どうだ。男だもんなこれ。捕まるよ。そう、捕まる。どうする？一回男子から入ってみる。男子から一回。まず法に乗っ取って。うん、そう。一旦法に乗っ取ってみる。音消えた。バケツみたいあるよ。で、相変わらず俺映ってない。うん、え、なんかさ、床ペチャペチャしてない。ちょっと濡れてる。昔の、うわー。久我山の昔のトイレみたい。ね、ちょっと。工事前の。工事前の久我山のトイレみたい。これは。やば、怖。うわー。節水ご協力ください。え、すごいな、休日が。なんかここにバケツあるの不気味だね、ど真ん中。なんか誰か掃除サボってるね、これ。ねえ。入って、お、赤、あ、赤だよ。え、赤、おい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 、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。これは、あ、これだけ青だ。一回入るか。え、入ってみて。入った。で、何？どうなる？尿足した？お、わー、和式だね。和式か、これ開けた時萎えるんだよね。急いで入り込んで、ね、開けた瞬間和式かみたいな。和式難しいよね、ちょっと。流すみたいな。入ってるふり。どうだ？これ出るか。出る。
何え、ちゃんと足してた今。出すもん出した。出すもん出した、これ。邪気みたいなもの。ちょっと危ないな、これ。え、でもまあ、異常は特にないっちゅうことなんじゃないか、これ。これは、この2個赤がどういうことなんですか。どういうことなん、まだ人がいるってことだよ。のつくぐらいしようよ。女子便チェックする一応まあ、しょうがない。いいのかな、うん、いいんじゃないもう。うわ、怖いね、なんか女子便入るの。ね。いや、やめとこう。こういうネットでの行いも炎上しかねないから。確かにこれがそのネットだからいいとか、そういう次元じゃないのよ。もうサワヤンが入ったっちゅうことになりかねない。なりかねない。開けてるうちにちょっと危ないから。確かに。この動きでさえも炎上しかねないから、ね、もうごめんなさい、うん、申し訳ないです。もう俺たちはそういうのコンプラ、ま、守る系の YouTuber、 クリーンにやってますから。コンプラは殺すとか平気で言うけど、うん、そう何を買おう。買った。何、お茶か、イエモンか。買ったね。あ、飲んでる。どう、これで腹痛治った。なんだかな、押せるもんどんどん押した方がいいよ。俺はこのお茶、ノイのお茶売れなさそうだな、ね、ノイのお茶は怖いもん、ポスターに。ノイなんだ。日本人にはやっぱりお茶、ノイが手掛ける美味しいお茶を追求した茶葉から厳選されたお茶、至福のひとときを提供します。なんで目に精入る犯罪者かお前、ノイ。うわ、気持ち悪い、このうさぎさん。ちょっと気持ち悪いな。我が子を守りたいにお応えする丁寧な診察で大切な家族のサポートします。なんでうさぎなんだよ。ミネユー。うん、ミネユー。安心安全と、あ、動物病院なんだよ。そう。いや、動物病院うさぎ持ってくるやつなかなかレアだぜ。大体犬か猫かなの。うさぎなんだ。うさぎって。うさぎ飼ってる癖強すぎだろ、お前。お、ガツチマン。ガツチマン。辛い疲れ、ガツチマン。ガツチマン、この YouTuber の方で多分。これなんか飲みたいな。ガツチマン。ガツチマン V。ホラー芸にはビビらないガツチマンみたいな。結構有名な方だよ。あ、そうなんだ。かわいい、バツか、言ってんじゃねえ、ミネイ。それが捨て猫、捨て犬を産んでいる。おい、ふざお、かわいさだけで飼ってしまう。なんか動物系のポスター多いね。動物愛護団体かな、これ作ったの。あ、お、来た、喫煙所。ここで、イツプクス。来た。今どこ怖いよな、幽霊列車、ね、列車まだ来てないから。で、一服を吸いたいんだけど、もう下？あ、捨てる、すげえ。やりってる、やにしばいてる。え？すごい。やにしばきたいの。結構早いよ、ペース。早い。相当パカパカ言ってる、俺。俺、タバコ吸わないけど、相当早い気がする。スパスパ言ってる。かなりヘビースモーカーの吸い方だよ、これ。もうなんか作業みたいな感じで。そうそう、もう。とりあえず、深呼吸の吸ってるもん。もう出る。こう吸ったからいいべ。これで、どうだ？多分出ないと、多分一箱吸い勢いだよ、あれ。あ、もう、で、確実に。数分で吸い切りそうだよ、これ。そして、また怪しいポスター。サラリーマンドルゴリオリジナルステツカサラリーマンズ。お前首ねえんだ。怖くねえか、なんか多い幽霊。え、あ、アナウンス来た。ちょっとこいつクソ気になるけど、これなんかキーマン。え、なんか待って、すごい明るいよ、ね、すごい。お前これ目いかれるぜ、お前こん中入ったら、ね、太陽系状態。明るさエグすぎて、お前これ降りる駅見えねえよ、お前これ。どうだ、お、読み込み中。何来た。緑のセミを3匹渡す。何言って、大丈夫。緑のセミとか出てきたよ。あ、でもまあ振る車内、これは幽霊列車だ。うわー、大丈夫か、合ってるか、乗ってる電車。新幹線0号とは気にならないぐらいのこのなんつーの怖さ加減、うん、人もいないしね。人いないしな、一切。とりあえず進んでみるか。俺は気に入っている席がある。なるほど。2両目の左のシートの奥の角の席だ。覚えとこう。うん、じゃあ覚えた。うん、2両目の左のシートの角の席。待って、なんで暗くなったの。うわぁ。なんで暗くなったの、ね、ダウンロード数400万人突破、リトル。ちょっとなんか、糖質ゼロ、ビア。いや。カツプヌードル。お、シーフード味。いいですね。まあ行くか。行こう。ユンちゃん、業務前に。大丈夫。まだ行ける。おお、人がいる、お兄ちゃん。人がいる。ちょっと手縛られてね、なんか後ろで。いや、しかもこの人、ふくらはぎの乳酸を、溜まった乳酸流すために、つま先上げて、これ疲労回復してる、かなり美意識高い女性だよ、これ。フィットネス系フィットネス系だったらピラティスやってるじゃん、これ。お、すごいね。すごい、見て、このつま先の立ち方。すごいよ、これ。たぶんバレーかなんかやってた人だよ。バレーやってなきゃ、こんな立たない。確かに。うん。で、左のシート。目の前じゃん。ねえ、そういうことだよね。クソ気持ち悪いやつだ、こんだけ席空いてんのに、目の前にここ座んの、俺。やっぱ犯罪者だったんだよ。
うわ待って、わ見てる、ごめんなさい、見てません、すいません、すいません、目そらします。でも、座んなきゃいけないもん、ね、見えないのは信じないタイプですから、幽霊、お化けのことなら俺、俺ってなんですか、さっきから。え、二両目で、え、ここ角って言ってたよ、どこ、ここもちろん二両目で、あ、奥、奥って言ってたから、奥の角か、もうこれ、そう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 、めっちゃ角座るやん、ね、座る。ちょ、あの女性ちょっと怖くて見えなかった、ごめん、ね、でもビビだから、いいんじゃない、あれ見ない、これどうする、一回目の前にいたら、そう、え、ワーイス気色悪すぎ、何何このセミ、なんか、え、ちょ、マジ気持ち悪いな、これワーイス、うわ、この音やばいね、え、今、駅通り過ぎなかった、お、お、お、ほんとだ、え、うわ、え、最悪じゃん、幻覚見え、セミの、ね、俺の見間違いか、仕方ない、あの、いつもいる女の人にちょっと確認してみよう。いつもいるんだ。いつもいるんだね。おなじみの人？ちょっとちょっと、駅逃して、ね、そのまま、ね、その女性の駅まで行っちゃって、それ始まっちゃう。キャラの暴走列車？夏のセミの鳴き声が響き当たる夜の部屋？やべえな、これ。くっそ。うわ、めっちゃ見てるよ。しかもなんかは。どう？顔美形？いや。まあ、まあ、タイプで、タイプによって分かれるよね、ちょっと。そう、ちょっとお酒8杯ぐらい必要かもしれない。な、何か、何のためにかは言ってないです。楽しくね、うん。すいません。さっきの駅、通り過ぎましたよね。ええ、通り過ぎましたね。会話できる人。でも、私が降りる駅はもっと後ですし、疲れていて報告する気にも なれないんです。かっこ、さっき通り過ぎたホーム。それが俺の降りるホームだった、うん、この状況ではタクシーを呼ぶしかないな。でも必要であれば運転手に話しましょうか。なんて思いやりがあるんだ。彼女が疲れ合っているのは明らかなのに目が疲れているのを物語っている。いやいや、自分でどうにかします。わざわざあなたにしていただくなんてできません。俺が行ってきます。ここにいて休んでいてください。わかりました。なんか渋くなったね、ケイ。何かお手伝いできることありましたら呼んでください。ダンディラスな感じの女性だね。さて行きますか。車掌どう行くか。ねえ、でも運転手。これでま、ねえ、引き返してくれるなんて。そうそう、ないからです、そんな。うん。運転手行って、すみません、さっき通り過ぎちゃってますけど、みたいな。戻ってもらえませんかね、みたいな。できんだ、それ。なかなかないよ。うん、一応クマが見るよ、ほんと、また新しい。ゆるりめぐ。ステイホームでゲームしよう。おーい。フルコン、フルコン、動画視聴もっと楽しく、フルコン、フルコン。家族にこそ友達にも言えないこと誰にだってある。話してみたらちょっと楽になるかもよ。学生コールセンター願い憂鬱、もってこれがもう本当に良くない、ね、でお前、うん、もうやっぱ、まあ、ガシャってやるんだ、ね、ちょっと聞こえたよ。うわー、来てない。人参ソフト絶対食べないね。意外と美味しそうだけど、ね、人参ソフトは絶対美味しくない。意外とあんまり、だって人参ケーキとかあるじゃん。いや、に、まあ、あれもじゃん。じゃあ、好んで食べる人参ケーキ、まあ、確かに好んでやった。でもあれ人参が入ってるわけじゃないから、キャロットケーキって。ええ、違うよ多分。いや、キャロットケーキって言うだけで人参が入ってるわけじゃないから。入ってる、あれガッツリミーハーだよお前それ。え、キャロットケーキ人参入ってないから。そうだろ。そうだよ。マジ。さあ、自然には作れない世界へ。これは作れない。勧誘者、なんで勧誘者って。さあ来た。これなんて、なんて書いてある。見えねえ。砂漠の雨。左右の雨。抹茶。抹茶。は島。島津の鉄砲兵。鉄砲兵。戦国時代。わあ。男には叩けるような時ある。もう、まあ、もうなんかポスター読み続けない。ね、切りねえよ。凝ってるね。美味しい料理にワインはいかがですか。ピストン佐藤のワイン。どうなのピストン佐藤は。ワイン関係ねえぜ。いるじゃん、よくそういうカタカナと漢字。よくないもの入ってるよ、俺、ピストン佐藤のワインは。すごい名ソムリエかもしれない。いや、ピストン佐藤ダメよ。島村エルフ、すべての野菜はナスに譲れ。黙れよ。ナス界に革命をもたらす。そういう人がね、やっぱり、あの、より野菜嫌いをね、促進させるからね。ありふれた普通の女子高生、犬山玉樹だった件。お、女の子で犬山玉樹はちょっとネームセンスないぞ、親。ちょっとね。もう急にガチの顔あの若き頃のはじめ社長みたいな、 そんな自分のことがすごく好きな頃のはじめ社長。いいことじゃん、それは。カニ浦、カニかまぼこ、カニかまぼこか、カニ浦つっちゃった。
カニカワゴ先行くか。おーい、やべえやついる。なんかマシンガン持ってね。違うか。いや、なんかやばいやついる。なんかいや、デカキンさん、あれセミ捕まえるデカキンさん、あれデカキンさん、違うデカキンさんじゃない、絶対違うでしょ。どうだ、デカキンさん直接関わりもないけど毎回たまに出てくるんだよ俺。デカキンさん、なんで出てくるのお兄ちゃん。なんかデカキンさんっぽいんだよ。デカいやつ大体。いや、ちょっとクソセミ持ってる。あれだ、そうセミいる虫みたい。これ乗っちゃいけなくね、こんなセミ持った所で電車って。笑ってるし、なんかデカキンさんだこれ。いや全然違うぐらいから、なんか顎ひげが、ソロ版のプロソロ版プレイヤーだこれ。あ、そっちに近いかもしんない。やば、セミが逃げ出したっぺ。うわ、3匹目を逃げ出しちまったっぺ。どうやってつぺ。俺は急いでるんです。冷静だよ。そこをどいてくれますか。逃げられたつぺ。とても気分が悪いつぺ。なんということだ。彼に言葉が届いてるんだ。セミ語話せ。ちょっと言っちゃってるんだよね。ちょっとセミは昔から大嫌いだ。嫌な音を思い出す。昔セミは嫌いだが腹をくくるしかない。セミを3匹取ってこよう。謎ミッション来ましたよ。電車でセミを捕まえるじゃん。痛い。意外と簡単だね。イージーゲーム。渡す。いやでも同じ場所。あ、来たよ。よく見つけたことね。天才。20分セミ探し。そう。そういうゲーム。大丈夫。あ、どっか止まってる。来た。よく気づいたね。よし、影で気づいたね。そう。これで3匹だめ。これサングラスつけたら分かんなかった。こいつが探すよな、普通に考えて。え、何待ってんの。これえ、え、3匹見つけたよね。まだ緑色のセミしかない。 1しかない。リセットされてる。あ、緑のセミ渡してみる。あ、確かに。そう、渡すっていう選択。渡すっていう動作。なんか押してもダメか。天才です。あ、いけた。よかった。天才じゃない。ここでタブキ寄せたの。モーションがあること自体知らなかった。いや、知らなかったね。天才じゃない。危ない危ない。思い出した。危ねえ。これが分かんない。俺ら一生なきセミ探してる。危ない。沼阻止。さあ、車掌。おい、戻る。おい。おいってやばくない、いきなり。やばくね。危ない部長だよ。どうされましたか。そうだよ。どうしたかだって。列車を次の駅止めてくれ。俺降りなさった駅が止まらなかったんだ。ああ、そうでしたか。ぼーっとしていたのかもしれない。やばいね。こいつクビだよ。こういうやつ一番クビしなきゃいけない。これはやばいね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。いや、そういう次元の話じゃないですよ、これ。下手したら事故を起きかないからね、これ。この件に関する賠償金をお支払いします。は、マジ？ここに連絡先を書いていただけませんか。え、何、金もらえるの。金解決。それはね、汚職じゃん。話が早い。国となんか発展途上国だよ、これ。話が早い。お金で解決。お金で解決型どうだ。鉄道会社にクレームを入れようと思わない。何か事件が起こっているわけではなくてよかった。今回許そうと思う。それよりも明日の仕事が憂鬱だ。俺はなんて人生を送ってるんだろう。はい。もうで7月25日。あれ結構進んだ。1日進んだ。なるほどね。はいはいはい、なるほど。こういう感じで多分進んでいくんだろうね。うん、そういうことだ。ポスター変わってない。またお腹痛いのかな。一服やにかます。一発やにかましたら来るとかない。電車すげえピカピカね。綺麗になった。すっげえ綺麗だよ。ってことで2を足してそう、がっつり出して、がっつり出す。毎日払いだからね、その時間は。仕事終わりだからね、もう。おら、あ、今のこれ待ちの時間、出してる最中的な。じゃあ俺音出さ。はい、出ました。大きいのが出た。大きな人来ます。で、今流してる最中にも出る。もう高速、ケツは吹かないから。ケツは吹かずに、そのフェロモンだから。くせぇ。汚ねえ状態で。くせぇ。汚いスタイル。でっけえんだよ、これ。改弁だよ、改弁。で、それはタバコ吸うんでしょ。そうで、この後やりかます。やりしばいて。いろいろ臭いな。いや、だからこれ、さっき、やばい。やばい。ピカピカしてる。笑えなくなってきたね。え、さっきなかったよね。ないよ。吸ってる場合じゃないよね、これ。吸ってる場合じゃない、これ。え、怖い。
結構早いね。ちゃんとこのギャニ縛く時間結構取るんだよ、ちゃんと。あ、止まった。ちょっと怪奇現象起き始めるっぽいやん、これ。ちょっと異常がね。で、来るよね、多分これで。ダメだよ、お兄ちゃん。黄色い線の内側でね。まだ来ない。あ、来た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 。超えたらどうなんだろう。いやー、あんま想像したくないよね。この速度なら怪我で済むね。もういいべ。あ、もうがっつり行く。うん、2個目の扉が入った。扉入る位置変わったよ。あれ、前よりちょっと進んだってことね。多分ちょっと前。どうだ。いや、でもそんなことないわ。走っていくか。がっつり行く。またそれで女性がいるはずだよね。いきなり これはまだこのゲームが脅かし系なのか何かまだ分かってないですから。しか探してないから。さあ、また今日、あ、今日ヒール履いてる。いや、違う。あ、いや、今日靴違うよ。足も組んでるし。前回つま先がちゃって、話しちゃって。完全にそうだよね。え、ちょっとなんか始まった。あ、この女性、またこの席に座ってる、はい、正直、彼女がここにいると安心する、うん、彼女話してみようかな。ナンパ、ついに来たか。スタイルマジいんだよ、普通に。スタイルいいよね。待って、大丈夫かな。待って、なんかやばい。なんかやばい。なんか不敵な笑みを。ちょっと待って、なんか俺変な鳥肌立った。鳥肌立った。なんか怖い。いや、大丈夫。顔上げたらきっと大丈夫だから。ああ、大丈夫だ。いつもだったらこの人と話そう。なんか顔もういっちゃってる。でも、一応話してしまったから、ああ、話しかけやすいような気がする。昨日の事件のおかげだな。ねえ、昨夜は無事に帰れましたか。ねえって言い方やろから、ちょっとやばい、ね。すいませんとか、ごめんなさいとかさ、ねえ。ねえって。こいつもやべえ部長だな。結構距離ついてたね。はい、残念ながら。え、どうして残念なんですか。俺でよかったら話を聞きます。僕ナンパなんだよ。ちょっとね、新手のナンパない。部長責めてるね。部長も多分会社クビになってもいいと思ってるからありがとうございます。でも今さら話すことなんてありません。手遅れ。え、怖くないか。え、何、うん、ちょっと病んでるな、ね、でもちょっとだけでいいんで、話すだけなら手遅れということもないのでは。いえ遅すぎますすごいね、蝶々が。ごめんなさい、大変だったんです。私はもう話したくないんです。許してください。めちゃくちゃ病んでるね。わかりました。もう何度も会ったことがあるので分かってるかもしれませんが、なんか微妙なあの空白のせいで、ね、間ができちゃった、ね、俺も普段もこの時間の電車に乗っています。はい、覚えておきます。これさ、どっちが喋ってるか分かんないんで、これカッコが多分女性なんだろう、ね、難しいよね、うん、つけてほしいよね、喋りっての。次セミ野郎だよ、ね、また来んのかな。次ゴーキーとか言わないで、またこれ一回座る、一回座る。でセミが止まる。セミが顔面に張り付く。通過。またまたセミじゃないかもしれない。ここ危ないポイント。お、うわやべえ。おい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 、クソガキが現れた。ガキンちゃん持ってるよ。なんか持ってる持ってる持ってる。ハンマーかなんか持ってる。なんてこつだ。女の子一人、こんなのに何をしてるんだ。子供はこんな遅い時間に列車の中を歩き回ってはいけません。パパ、おい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 、パパじゃねえよ俺うーん、違ったみたい。怖すぎだろ。そうだな、パパでも戻ったらどうだろう。クソガキが。怖いな、なんか。あのね、それなんだけど、パパがどこにいるか思い出せないの。おっと、窓で見たセミ追いかけていたら、知らないうちにここに来てしまっていたの。おじさん、パパを一緒に探してくれる。くそ、子供一人にするわけにいかないな。俺に選択肢はないわけだ。分かったよな。うわーい、ちょっとやから部長だね。ありがとうおじさん。お兄さんだろ、これ。やからなんだよな、ちょっと。ガキどうだ、仕掛け行くぞ。ちゃんと。どうだ、あれだろ、絶対。まっとうなことして生きてるから、部長。あれだろ、お前の親父。お前だろ。おい。え、おい。お前だろ、絶対。違う。もう見向きもしない。めっちゃキョロキョロしてる。すごいすごいすごい。顔面平べった。フライパンで顔面殴られたみたいに平べったいぞ、こいつ。すごい、でも、やべえ。性結構あるね、ガキは。あ、いる。お前さ、ちょ、お前しばくぞ、お前お前探す気あんのか、一緒に。おい、ガキ、おい、なんだい、おじさん話したいことがあるの、言ってごらん。
パパの顔忘れちゃったみたいな。忘れた？パパは毎日スーツを着てるの。だからおじさんも同じような服着てるから間違えちゃったみたいな。パパの顔わかんないからパパみたいな人に聞いてみるしかないと思うの。そうか。どういうこと？このガキも何ありだぜ。ちょっと服装覚えてる、顔覚えてないってさ。え、ちょっともう一回これで話してみる。もう一回これで、お前だろ、おい。おっさん、すいません。ちょっといいですか。この女の子知ってますか。何？いや、すごい。わからないな。どこ向いた？どこ向いた？そこにはいないと思うけど。目線合わないね、これ。上行ったぞ、今。おー、ずっと喋ってる。上行ったよ、今。これちょっと危ない、危ない人だね。パパみたいな人に聞いてるしかないと思うの。いや、まだちゃうけど。違うの、まあ、こうなってたよ。首いかれてた、だいぶ。正体合ってない系の感じだね、これ。次のパパ候補は。どうだ？ついてきてるの ?OK。パパ探しの旅。あ、このなんかマジ、俺どうだ、背骨折り散らかしたやついるよ。ちょっと。多分興奮しちゃってくの字になってるの。あ、なるほどね。そういう感じ。完全に興奮気味。これ興奮気味はパパ。これパパ顔一緒で、さっきのやつ顔一緒だぜ。ほら、もうやばい。この。うおーっていう、ね、もう状態だよこれ。前かがみ。ちょっといいですか。この女の子知っていますか。わーっと急に動きがもう貫通してる電車。完全に気持ちよくなってる。いや、その子どうしたんだい。この子がパパといたって言うんですけど、一人だった。おまんまんまん、ほらまんまん貫通してる壁。これもう預けたくないね、この人に。ちょっとこんな幼い子供が一人でここにいるなんてありえない。最近の親はどうなっているんだ。君、その子をよろしく頼む。ちょっと欲しそうだよ、こいつ。ねえ、ちょっと危ないね。これ渡せないね。パパビーも、まだ同じことしかやらない、こいつ。もう、ついてきてる。ラチがいない、ラチが。あ、立ってる、パパ。立ちパパが来た。立ちパパ。パパ立ちだね。パパ立ちだね。パパ立ちしてる。ちょっとガタイはいいよ。ガタイ、肩幅相当大谷翔平に近いよ。近いよ、これ。顔全員一緒です。三つ子だよ、これ。ね。三つ子だぜ。同じ。すいません、ちょっといいですか。この女の子知っていますか。いや、いいえ、見てない、見てないぞ、ね、いいえ、知らないな。覚えてないもん。あなたがその子の父親と思っていたのが、しばらくの間その子があなたの隣に寝ているのを見たよ。は、嘘ついてる、こいつ。ね、そうだよね。俺ら嘘ついてんだけど。あ、じゃあこいつ、この人があなたが喋ってんだよ。あ、じゃあ俺がパパ、そういうこと。懐かれてるようだったな。はは何を笑ってるんだ。俺はこんなことをしたくてやってると思ってんのか。え、また同じことし、こいつ何握ったさっきから。バラ、いや、アイスみたいな。拳銃、あれだよ、風車か。そう、風車か。でこいつが、このガキ、俺の子供さえ出てきたよな。ねえ、なんか荷物がある。お、え、ね、人だぜ、お兄ちゃん。やべえやついる。やっべえ、これ、これ酔っ払いたまにいるんで、死んでない。いや、酔っ払いってこのレベルはなかなか。え、やばくね。うっ、酒臭い。触れている。はあ、うわ、怖。何をしているんですか。言ったよ、みんな多分。俺をここから出してくれ。どうしましたか。この列車で俺ら見てしまったんだ。本当なんだ。何を見たんですか。わからない。この世のものではなかった。彼はひどく酔っているようだ。こんな話には付き合ってられない。何か見つけたら俺も教えます。そもそも部長クラスの人は俺レイコスのおかじゃん。私なんで普通は一印象。ところであなたはこの女の子知っていますか。彼は寝てしまった。とんでもないやつだ。そこで寝るってなかなかすごいな。先行くか。今回列車長い気がする。ねえ、いつもより長い。あ、よし、気のせいか。あ、かまぼこやろうか。またかまぼこさん。あ、またいた。またやる。4人目。どんだけ。でも同じ人だよ。また4つ後だ。どう揺れ。あ、すいません、前揺れね。この女の子知ってますか。うわ、知るかよ俺。それとは話しかけるな。怖っ。殺すぞ。ありえない。この子の父親この列車に乗っていない。父親この子を置いていったのか。確かに。うわ、え、なに、追いかけようぜ。なになに、逃げた逃げた。なになに、早くない、早足。え、なになに、え、なになに、バカ早い。めっちゃ逃げてめっちゃ逃げて。え、バカ早い。え、バカ早い。追いかけようよ。え、なんか怖くない、バカ早くね。ちょっと怖くね、なんか。え、バカ早くね。怖いよ。どこまで行くの。ねえ、どこまで行くの。ずっと走ってずっと消えた消えた。え、
やばくね、あれ入れんの、あそこ裏切りじゃん。なんであそこ入れたあいつ。やばい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 、やばいやつじゃん。え、どういうこと。どうだどうだどうだ。え、どういうこと。え、何事。消えた。え、何。女の子どこ行ったんだろう。え、うわっ、取り当たった。怖っ。何こいつ。え、怖い。バカ怖い。やばい、バカ怖い。サイなんかいる。セミだ、セミだ。やばい、意識朦朧としてる。やばいやばいやばい。待って、めっちゃ急に取り当たってきた。何事。これマジ取り当たったね。これ後ろ振り返っちゃいけない気がする。見ない方がいいと思う。なんか飛んでる、飛んで、セミが飛んでる。いっぱい。セミやば。また、また逃げた。やばい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 、やばい。あのガキ完全悪いガキだ、ね、悪いガキだね。シリンチやめてほしいな。怖すぎだろ。何。あ、酔っ払いいる。まだ出てる。え、止まった。うわ、びっくりした。落ち方斬新、ね、何、死んだ俺。え、うわ、目覚めた。あ、ん、夢、寝てた。これが俺の降りる駅だ。それにしてもあれは一体何だったんだ。夢だったのか。夢と現実の区別もできなくなっている。疲れすぎてるのかもしれないな。え、うわ、終わった。4月26日。おいおい、次だ。え、さあ行くぞ。3度目の脱粉するしに行くぞ。とりあえずちょっと今日はでかいの行きたいね。今日でかいの行く。たまには女子メンチもありか。いる誰か。あ、行く。あ、いや、うわ、超えちゃったね、これ。言っちゃったのお兄ちゃん。うわ、これできんの、ここで。それできないんじゃない。うわ、怖くない。なんか女子便所壊れてるぞ。ダメだ、さしてもらえねえ。脱粉拒否された。脱粉拒否ですね、これは。え、なんか今やばい、ちょっと、え、やめよう。怖、多分大丈夫。ごめん、大丈夫、貫通しただけだ。 何もなかった。さあ脱粉タイム、さあ行こう、行こうか。がっつりいくよ。がっつりやっちゃって。みんなが楽しみで脱粉、うん。今日ちょっとオリジナリティ高めていくわ。いいね。やばいわ。昨日食った激辛ラーメンのせいだこれ。もう下痢ないよ。きっちい。下痢なんだよ。きっちいの出たわ今。もう体調不良なんだよ。出れねえねこれ。やべえ。出れない。え？や、え？やばい。嘘でしょ。え？え、出れるよ絶対。いや、え？怖くね？やばい。おいおい。あ。隣に誰かいる。なんかさあさあ言ってる。聞こえる？まあ、誰かいる。ちょっと待って。さあ、さあって言ってる。俺の多分音がうるさすぎた。いや、そうだよ。完全に。絶対に感づかれた。うわ、怖くね？やばい。ちょっと怖い。これ怖いよ。いや、なんか。右見る？右見る？右見るは怖いよ。おー、鍵は開かないよね。まだ二人入った。これどういう…かけるよ、ね、もう一個ヤニしばくわ。ヤニの前にドリンクがあればさ、こっちから買ってみようかな、今日は、うん、これも何買うんだ。何が出る。うわ、見せてくれないんだよ、これもう一回。いや、下に出てくるんじゃない。出てこない。いや、もうガチャって言ったもん。あ、でもこっちも…あ、なんでさ、お茶の方がさ、アイスコーヒー高いの。水の方がまず高いんだよね。アイスコーヒークソ高い、160円だぞ。お茶より水の方が高い。お茶130円。お茶安くね。お茶が安いんだよ。なんかハワイ。あ、コーラも安い。ハワイ価格これ、ね、ちょっと物価がちょっとね。多分ハワイだねこれ、うん、駅ガチマで、ヤニしばきして来た。また多分点滅するぞ今度。なんかやばい。次もうちょいなんか多分やばいと思う。 ありそうだね。ガキもヤニしばいてるかもしれない。うわ、それ一番怖いな。ハマキ、はま…え、待って、暗い。うわ、待って、くそ暗い。待って、カメラ怖い。さあ、
これ注意深く見よう。なんかほら始まった。あ、これね。はい、これはあったよね。これさっきあったよ。次何？いやでも点滅だけのさ。消えた。バカ怖い。バカ怖い。ちょっと今のクソ怖い。やばい。ちょっとクソ払いたくなった今の。今言ってく。やばい。やばい。今ちょっと払いたくなった一気に。リアルに払いたくなった今の。首やばい今の。いやそうそう。関節怖いこれ。首だ。首ピンか。いやこれびっくりさせるゲラこれ。始まったわ。でこれ来るでしょ。いや多分ここ。これさ下がるのがどうなのどうなのやってみていい。いいよ。これ3回目勝負だと思う。えこれで。下がんね俺。怪我するとかない？なんか怖くない？これゲームオーバーとかない？おお、スレスレだぞ。これ勇者のムーブだ。迷惑客、勇者のムーブ。迷惑に元がある。勇者のムーブ。幽霊列車の、まあ、確かに多分俺死んでるだろう。とっくにとっくにね。そう信じよう。さあどうなる。どうだ次は。何が起きる。後方ガキは今んとこ、ここ気になる。逆ガキいないな。さあ進むかとりあえず。でまた今度はなんだ女性。1ってあれ、あこれなかったよ。1とかあったのか。いやなかった気がする。番号重要かもしれない。覚えておく。女性いない。いないわ。え確かにほらいない。どこ行った。天使天使いつも彼女が乗っていない。えわーばって嫌だな。うわなんかあるぞ。え穴開いてない。そういうとこれなんか暗い。服なんだこれ。汚れなんかある。うわこの席怖いな。待って泣き声聞こえるか、ね、子供のちょっとかすかに。うわー閉まってる。やばいやばい、ま、なんか聞こえるよ。マジ怖い。これ集中。待ってね。問い当たってきたな。上に子供いる。鍵かかった。謎解き冒険バラエティ始まった、うん、え、なんだちょっと謎解き系だねこれ多分。どっかになんか暗号を打ち込むとこがあるのかもしかして。鍵かかってるわけでもない。開かなかったんだよねあの扉。そう開かなかった。あなんだここに座る。こっちに座る今度。ほうほう。なんだどうだ今度何起きるんだ。ちょっと怖そう。え、なんか黄色いよ。確かに。いや、ホーム通過的な。また通過しちゃってんの。何も起きない。おい。はい始まりました。はい来た。はい始まった。スタートレッツゴー。何これは始まった。多分誰が来るよ。怖すぎ。なんだこれはどうなってんだ。停電か。今何時だ。2時半。到着時間をとっくに過ぎてじゃないか。これは運転手話しかないな。いやそういうことじゃないんだ。やばいよ。え、そういうことじゃない。そもそもこの中変えた方がいいよ。クラ当番だぜこれ。クラ。いやまあなんかこれガーンっていきなりバーン。あるよこれ。いきなりなんかあるよ。やめてね。さっき通らなかったのね。怖いな。ないねないね。ないね。もうなくなってる。ガキが泣いてたのに。ね。うわーなんか急に来そう。こういうのどんどん。4。やめようマジで。この番号何？一応多分振ってんのかな、ね、こっちですよって。暗いけど迷わないようにみたいな。入るだからもうそろそろ。やだな。やだね。すごくやだね。怖いな。やばい。うわ、終わった。嘘だろ。後ろ見なきゃいけない。後ろ見なきゃいけない。これ、来るわ。大丈夫。またどっか座るとか、なんか。え？完全に取り残された、俺ら。完全に特に指示もないの俺は。血もいけない。やれること限られすぎてて、ひたすら沼り続けて。ナズナソーオープン。ナズナソー。いやこれポスターに何かヒントがあるっちゅうことはあるの。そんなこと自体。このポスターいい、ね、エンジョイサマーサロン成宮いいつき。このサロンはちょっと行ってみたいな。これいいですね。やべ、おおい、なんかちょっと綺麗。どうしましたか。どうしたかだって。この状態変だと思わないのですか。言ってやれ言ってやれ。運転手に話して言ったのですか。ドアには鍵がかかってたんです。どうしてそんなに落ち着いていられるんですか。何か聞こえませんか。何
何ですか。どこからか音が聞こえませんか。結構待って、怖い怖い怖いよ。何こいつも幻聴系女子。音が聞こえるならどんな順番で聞こえるか教えてください。待って、セミ、まずセミで、うん、セミだよまず、うん、校舎変えたら変わるとかその説はない。いや俺もそれ思ったから今ちょっと移動してみたけど、え、水、うん、セミ、水、水、もうちょい鳥、さえずり的な、うん、鳥だね、うん、セミ、水、鳥、うん、ピコ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 、次金、セミ、水、鳥、金、金、え、何もチュ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 って言ってたの、なんか湧いてきてるよ。セミ、水、鳥、金で、またあの人に言いに行こう。選択肢があるのかな、多分そうじゃないで、選ぶ的な、間違えたらぶっ殺されみたいな、そういうこと、怖すぎだろ。で、ここにいるの普通気づかねえからね。あれどこ行った、あ、え、もう一個奥、うん、多分、いや、あ、いた、え、消えてるよね。ここから見ると見えないんだよね。え、か、話しかけられない。あ、あった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 。お、セミ、カワメ、森林、カネ。え、もう一個あるのかな。え、多分そうだ。最後夏祭りじゃね。だとしたら。あ、じゃあそれやってみよう。は？ちょ、夏ま、このこの号車がまずさ、これ1じゃん。あ、でも戻った方がいいんじゃない？ちょっと待って、これで一回聞いてみよう。違う違う。一個戻った時のもう聞いてない。確かに。だからで、ここが多分夏祭り的な、多分これ夏祭りじゃね。夏祭りだね、うん、夏祭りスタート。これ夏祭りセミだね。オッケーオッケー、それ言ってくれよ。さあ夏祭りセミ、海辺、うん、鳥、森林、金、これでどうや。よくわかりました。少しヒントを差し上げましょうか。この列車におじさんが乗っています。彼が何かを知ってるはずですよ。え、怖くね。うわ、なんか顔歪んでる。顔消えた。え、大丈夫かな。え、歪んでるぜ。顎城之内じゃん、ね、大丈夫かこれ。顎城之内だぜ。てか明るくなって急にね、ちょっと安心感あるよ。おじさん、まあ、これだったらおじさん見つけるよ。これだったらね、いるわ。酔っ払い系いるいる。あ、いた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 、強いさん。あれ、うわ、なんか怖くねえか。やべやべ、もみあげどうなってる。やべえ。いや、大丈夫かこれ。頭の後ろないぜ。へこ、うわ、うわ、笑ってる。すいません、ちょっといいですか。あなたが何か知っていると聞いたのですが。何を言っているのかの。うん、お主は誰じゃ。何、少しお待ちなさい。すごい。わしはお主を知っておる。お主はわしの高校にいたトラブルメーカー先生。ああ、変わらんの。お、誰かと思ったら清水先生じゃないか。なんて懐かしいんだ。先生は俺を中退から救ってくれた恩師だ。先生がいなかったら俺は今こうして会社に勤めることもできなかったことだろう。めちゃくちゃいい先生。清水先生はどうしてこんなに遅い列車にいるんですか。まあ、寝る前に終電に乗ることがわしの趣味でな。この変人っぷり、先生、変わらないな。でも、今は思い出に浸ってる時間はない。列車が変なので、運転手に話しに行ったんですが、ドアには鍵がかかっていたんです。困ってるんです。止まる気配がないんです。どうしたらいいでしょうか。ああ、すごい。事情は分かったぞい。なに？よーく
じゃ。すごい、めっちゃ聞くよ。終点に着く前にこの列車から降りるのじゃ。わしの目的地は終点じゃが、お主は行きたくないじゃろう。なんか意味深だな。わしを信じるのじゃ。終点までに3つの駅に止まる。じゃが1つだけが正解じゃ。お主は正解を選ばなければならぬ。列車が止まるたびに音が流れるんじゃ。最初の駅で聞いたのと同じ音を聞いたとき降りるのじゃ。音、最初のと同じ。最初って何の音なんだ。これから聞くんじゃないか。降りるのじゃ。そうでないとわしは後でお主を導くことができぬ。気をつけるのじゃよ。これから、これから流れたか。あ、これで、これで聞こう、これ聞こう。ここ乗りる。え、待って、無理じゃね。いいえでしょ、いった。一旦いいえ。この音ね。うん、ちょっと待ってね。もうちょい音量上げられる。ちょっと待ってね。あ、ここだ。ユンチョイが調整できるわ。どう？あ、オッケーオッケー。このふわーんとした感じ。一旦いいえですよ。一旦いいえにしとこう。オッケーオッケー。え、むずくないか。え、で、教えてくれ、普通に。ちゃんと一回正解知りたいんだけど。確かにせ、ずっと見てくんだ、おじさんも。すごいね。興味津々。え？うわ、え？なんかバグった今。大丈夫か？え？怖すぎ。え、なんかバグった今。来た。あ、来た。え、まあ、出口がない。いや、いいんだよ。扉なくなってる、ここの。いや、いいんだよ。違うよ。え、でも待って、そもそも。最初の駅って俺らが乗るときじゃない？乗るときのやつ。どんなやつだった？これじゃない。いや、これじゃないと思う。確かにこれではない。初めて聞こうとは絶対違う。絶対違う。絶対違う。あと3回だから次ラストだよ。いや、じゃあ次なんじゃない。ってことは大丈夫かな。また怖くなってきた。え、逆。あ、よし、ここが正解のはずだよ。待って、これがラストだから次終点で終わりだよ。これしかないじゃん。そう、この音楽だった気がする。うん、これでもそういうことだよね。これ飛ばしたら終わりだよ。これだった気がする。じゃあこれでいこう。はい、正しい気を。よし、素晴らしい。え、クリアじゃん。8月、よし、まだ進む。結構一気に進んだぞ。進んだよ、8月目か。え、オッケーオッケー。で、これオッケーってことだよ。なになに、やばくね。え、スタートしよう。わー、ワイス車掌さん。車掌さん肩はすごい。お前、賠償命令はどう。乗ればいいの。何、ちょっと出るか。雰囲気変わってるよ。で、電車乗らなきゃならない。なんか結構序盤からこっからスタート。ん、え、なに、あ、キツプ。うん、カードが読み込めないです。暗くねえか、まず。え、なんでですかね。昨日は使えたんですけど、今回だけ見逃してくれませんか。乗り遅れてしまうんです。待ちなさい、通ることはできません。カードを読み込めないときは、切符を買うほかないですよ。切符を買う。このカードは使えないなら、新しいカードに変えてもらえませんか。申し訳ありません。それは日中のみの対応となっております。現地では交換することはできません。切符。どこだどこで買うんだ。そこだね、上がるしかないね、これ。上がるの、ここ。多分そうだね、これ。うわぁ。なんかやだな。どうだ。暗い。券売機みたいな。あ、ここありそう。どうだ。どこだ。うわー。あ、あそこ多分、あれじゃね。なんかこの広い感じ怖いな。遠い。ね。ザルーム、クラスルームズみたい。怖いな。クソ遠いわ。あ、そうだ、これ完全に。絶対乗り遅れんじゃん。絶対乗り遅れだよ、これ。はい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 。意地悪だな、あの駅。よっしゃ。はい。急げ。結構最短だよ、これ。最速だよ。結構いいよ。この手間をかけさせる意味は何なんだろう。もうダッシュ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 。待って、大丈夫だよ。酔った。走れ。行け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 。あ、だいぶ。何、そのライティングの変更ないんですよ。あ、いいですか。急げ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 。間に合う間に合う間に合う。どっち、左右どっち。どっちでも行ける。逆走するから左だ、部長。走れ。行けるよ。行ける、間に合う。俺たちなら行ける、はい。絶対乗る。はい、急げ。電車の音聞こえたもん今。ガッツリ。やばい。まだ行ける。いなくなってる。もういい。突破。よし、来た。何？
行ってる行ってる行ってる。乗り込め。よし、間に合った？間に合ったっしょ、俺。え？え？間に合ってない？もううんこしてる場合じゃない。もうやってる場合じゃない。何？え？バイク？怖くね？振り向きたくね。え？何？何？どっか。ガチ何？あっちでもあっちの方から聞こえてくるよね。あ、電気だ。やばいやばいやばい。うわー。ちょっと待って。やに隠れ。やに隠れよ。やに隠れよ。やに隠れよ。一回やに。隠れるのやばい。うわ、終わった。うわ、待って。やばい。グオいってる。ガチやばい。ガチやばい。やばくね。ガチやばい。え、ガチやばい。近づいてる。どうする？待って。離れよ。離れよ。離れ。やばい。やばい。なるべく。え？先方聞こえる。ね。やばい。近づいてる。近づいてる。やばい。ギリギリまで。やばい。耳やばい。やばい。どうする？何が正解これ？わかんない。とりあえずここで待機。角に、もう角に。そう、もうこれもう無理。よし。これ言うしかない。うん。これ大丈夫。何？やばいやばい、音でかくなってね。やばいんだって。何？やばい。やばい。行く。あ、来た！早く乗ろう。なんか安心感あるな。早く乗ろう。行こう。早く乗ろう。この音鳴りますし、早く乗ろう、早く早く止まれ。何？なんかいたぞ。え？なんかいた？うん。何？え？あ、確かに乗ってる。心臓バクバクやばくね。バクバク心臓が。ね。え、何？何が始まるの？行こう。とりあえずガンガン行こう。ガンガン行こう。分かってからガンガン行こう。とりあえず奥に進むのがこのゲームだから。逆になんか静かすぎて怖いな。座ろう。座る。座るとなんか起きるんだよな、毎回。始まりました。本当に何？セミ？ガキ？黒くないか下が。ライティング。そういう問題？腐ってないのか？え、なんもできない。駅だ。今回は普通に降りる。そういう系？普通に降りよ。おいおい。嘘だろ。また俺の降りる駅を取り過ぎやぞ。これは運転手よーく言わなければいけないな。やばいわ。帰ろってもうな。あのいじめられてんじゃん、ね、ボイコットだよ運転手の。しばこ一回一発殴ってもいいだろ。分からせないといけない、うん、これ分からせる。がっつりいく。番号でもさ、かからなくなってない？いや、そう、たぶんさっきのは暗くなるから、からそういう仕様があったんだと思う。そういうことね。とりあえず、車掌の部屋に入らせていただくよ、うん、これ。早めに。これは指摘に発動する、うん。もうがっつり行こう。いる？ちょっと待って、怖いな。20度秒だったっけ？多分そう。いる。嘘だろう。はい、やばいです。え？責任重大だよ。俺がやんの？できんの？よくお前、運転しようと思ったけど、いないってどういうこと？終わりだろ。押しても反応したい。やばい。鍵穴がある。操作に鍵が必要なんだ。始まりました。え、鍵。どっちがあるの？そうだろう。え？は？え？アイテム？アイテムない。え？アイテムない。やばい。絶望。もうちょっと。な、音楽聞こえる。待って。音聞こえる。ぶつかる系？やばいこれ。は？これやばい。音聞こえるよ。やばい。踏み切り。やばい。やばい。引いた。いや、どんだけ血液あんの？あの女の子中まで血液貫通したぜ。ものすごい鉄分豊富に摂取した子供であれ。こんな血の海なんですよ、車両すごいぜこれ。いや、うわ、やっぱもういいです。これどういうこと？もうこれは行くしかない。いや、鉄分が豊富だったら女の子。うわ、音がやばすぎ。内臓やっべえぜこれ。ペチャペチャ言ってる。とりあえず戻ろう。なんでお前普通に歩けんの？ここそセリフなんかあるの？わ、待って。あ、カサチャ車。え、あの女の子にぶつかったってこと？多分そうだよ。やばい。うわ、待って、反対側だよ。うわ、怖すぎ。待って、やばい。ガチで怖い。ガチでやばいな、これ。
杖、老人の杖、戦う、あ、やばい、鳥は止まんない、急に、やばい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 、どういうこと、え、アイテム開ける、うわ、あるんだ、やっぱビール、いろいろあるよ、いろいろあるね、でも全部武器にはなり、あ、まあ、ビール一緒になる、なんか渡すんじゃね、渡すべき人に、あ、わかった、あ、これアイテム、ええよ、杖、なんか戦えないかな、それが振り向いて、その席、そう、それよし、これだ、これ全部やっていこう、完璧、あ、子供だ、で、隣にもなんかいるよ、これ風車な気がする、逆サイ、それだ、でももう一人、あれお父さんなのかな、だからわかんないのか、いや、あれわかんない、だから子供でいいと思う、これでいいのか、え、今回俺たち謎解きバラエティの調子いいよ、解読スピード早いと思う、早い早い早い、どうだ、逆サイ、いない、あ、これへん、ここら辺だ、赤いぞ、あ、いた、あ、これあれだ、セミ、これセミ、だからこれセミの人だよ、でもセミじゃない、ビールか、いやでも酔っ払いだから、それは酔っ払いじゃない、いやだから酔っ払いは別にいるはずなんだよ、アイテムが、そう、もう一個必要説ない、確かにまだ見つけれてないアイテムがあるかもしれない、え、一番奥まで行ったっけ我々、いや奥から出てきたからね、だ、見つけてないアイテムがある、その奥っていうのは車掌の方じゃなくてケツ、お尻の方の、行った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 か、あれこれ今調べるとこなかった、いやない、今扉扉、何、ほらセミだ、よし、よく見つけたなお前、危ねえ、やるな、コンディションいいからね、コンディションいいね、今日今日コンディションいいよコンディションいいからすごくいいじゃん、セミ今日結構セミいいんだよね、よし、これ であとは酔っ払いのとこ、酔っ払い見つけるだけ だ酔っ払いちゃ奥じゃない、多分多分ここお姉さんじゃんね、そうで、ここ酔っ払いでしょ、どこにいるあいつ、もち奥じゃない、大体手前なんで、あ、これだ、来た来た、ここでコンプリート、来た、でこれから落としたけど、なんだほら、やばすぎね、ガチャン、静かになった、え、なに、チェック、これはチェック、扉閉めるだけか、違う、進んでいいとりあえず、うん、なんか来ると思うね、絶対来る、あのトントン言ってたおじさんのところになんかあるはずか、一番奥の扉か、ね、ここが気になる、やばすぎ、え、嘘だろ、終わった、やばい、終わり、やばい、終わりの始まり、何、やばい、来た、お兄ちゃん逃げろ、お兄ちゃん逃げて、これ絶対逃げる、お兄ちゃん急いで逃げろ、これ絶対逃げる、マジ絶対振り向いて、やばいの出てきた、やばすぎる、やばい、振り向きたいけど、振り向くどうする、いや、絶対ダメ、一瞬振り向いたら大丈夫ね、いや来てるわ、やばいやばいやばい、変な変な変なやつが来てる、ちゃんと来てるわ、バケモンが来てる、後ろからドエライのが近づいて、やばい、ドエライぜ、あれドエライね、意外と遅い、いやいやいや、でも、いや、意外と急に加速あるから、加速考えられるから、いや、待って、俺らこれさ、大丈夫やね、きっと入って扉閉じると大丈夫、あれ閉じなくてよかったら、なんか今、切る実も、いや、もうそんな余裕はない、降りる、え、なに、いや、多分なんか書いてあったけど、クリア、クリア、なんか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 、クリア、クリア、うわ、やっば、大丈夫かこれ、もう、なに、キサラギ駅、鬼駅、鬼駅、うーわ、恩師、たどり着いた容赦だ、終点、ここはお主が来るような場所ではない、お主は家に帰ったほうがいい、でも家にどうやって帰れば、心配するではない、今すぐ家に電話するのじゃ、お主の助けになるはずじゃ、
道に迷う前に電話するのじゃぞ。は電話ボックスとかある？どっちか出口。待って、ね、道に迷う前だよ、ま、こっちもあるよ。待って、冷静に行こう。一回これに、ここに電話ボックスがあるかもしれない。そう、ないな、ないな、やばいな。まず探そう、左迷う前に。これない、あんまり帰り道ちゃんと覚えながら。そうそう、今まずここ一周ぐるっと、一周ぐるっと、ないね、ないね、ここ一周ぐるっと、一周ぐるっとないね。くらうわ、いや多分もうあっち絶対行かなきゃいけない、うん、で途中ちゃんと電話ボックスを見逃さないこと。おつけ、これは郵便ポスト、郵便奥に何もなし。集中だよ、集中集中、ここでやれる、ここで死ぬ。ちょっと待ってよ、なんか青光が見えた。うわー、ここ行くのか。線路だぜ。なんかさ、召される感じね、これ。天に召されていく感じ。うわ、何この青い迷ってないよね、まだ大丈夫だよね。まだ大丈夫なんす。電話大丈夫かな、ま、意識ちょっともろうとしてない、ね、うわーやばい、やばそう、すっごいやばそう。電話ボックス、あっあった、あれじゃね、あれだ、あれ自販機じゃね。いや、あれ電話ボックス、ボックスだと信じたい、頼む。いや、ボツクスっぽいよ、これボツクスだよね、うん、ちょっと一応さ、こっち側歩いていい？そうだね、なんか線路向かいから電車が不義務みたいなパターンありえるからね。念には念を、来た、じゃあボツクス、うん、この完全なるボツクス、よし来た、よし来た、よし、うーやべ、ボロボロ使えんだかな、これ。この格子だよね、緊急ボタンがついてないな。小銭は10円玉のみか、テレホンカード持ってないし、クソ。え、待って、家族、家、家、家、そう、家にかけろって言ってたよね。家、家に行きます。合ってるよ、清水に言われた通りに家にかけてることです。しかし家には誰もいないはず。いや、いいよ、誰も電話に出ることはないだろう、うん、はい、もしもし、え、繋がった、嘘だろ、というか誰なんだ、あの、どちら様ですか。すぎだろ、待って、やばい、ユンチョルずっとビンビンなんだけど、ユンチョルもビンビンなんだけど、ユンチョルも立ちっぱなしだ、ビンツビンツなんだけど、立ちっぱなしだぜ。この優しい声はもしかして間違いない妻だ。何度聞きたいと思った声だろう。でもなんで、だって妻にはこれまでに何度もかけた、一度も繋がらなかったのに、どうして家になんか、意味がわからない。頭が混乱して言葉も全く出てこない。このままでは電話が切れてしまう。処理できない頭を隅に置いて何とか言葉を振り絞る。ぐっす、最高、いつ家に帰ってきたんだ、ずっと探したんだぞ。思わず涙が溢れる。大人の男が恥ずかしい。でもそれ以上にこんなに嬉しいことはない。あなた、なんで、あなたどこにいるんです。とても驚いた様子の妻。驚くのは俺の方だ。ん、俺か、俺は如月駅ってとこにいるよ。キサラギ駅に、あなたも悪いこと、え、悪いこと、あ、いや、なんでもないわ、迎えに行きましょうか。ここがわかるのか。ええ、私も行ったことがあるの。そう、あなたも本当か。お前に会えるくらいならいくらでも待つよ。すぐに行くわ。電話切れた。線路を歩きながら妻が来てくれるのを待つか。うわ、こわ、 家に電話する。うわ、待って、歩きながらって言ってたよね。このまままっすぐってこと。歩くか、迷う前に、まっすぐ行こう。まっすぐなら別に戻れるからな。待った方がよくなかった、ちなみに、ね、ちょっと怖いよね。うわうわ、ライトなくなった。 駅に戻った方がいいかね。いや、なんで、だって歩き、歩くって言ってたよ。歩くんだけど、線路歩く、どっち歩くか、道の方向に行くか、駅の方戻るかっていう。ヒュンチョやったら道をもう、これ、うわ、行くしかなくない？本当に？いや、じゃあどうする？死ぬ？やばいよ、この暗闇。駅に戻っておじちゃんがいるかもしれないし。任せる。見て、この暗くなり方。でも、もう、うわ、ほら！あれ、そう？そうだよ。あれ、妻？妻だよ。やっぱ信じるべきだったんだよ。待って。うわ、え、大丈夫、終わった、歩けなくなった。いや、大丈夫、終わったかもしれない。
や、大丈夫、積み落ちた。ほどなくして妻が車から降りてきた。何？変わらない妻が。なんだ。俺は思わず妻に抱きついて泣いていた。よかった、よかった。そう言いながら泣く俺の背中を妻は撫でてくれていた。俺が落ち着くと妻が行きましょうかと言う。俺たちは手を取り合い車に乗った。少し二人でドライブを楽しんだ後、あなたがここに来るのは早すぎるわ。妻はそう言って俺を家の前で降ろした。俺が待ってくれと言い追いかけようとすると、そこにはもう妻が乗ってきた車はなかった。なんだ、俺は今も変わらない日々を送っている。なんだ、毎日脱粉してるってこと。そういうこと。何、長いよ次の文章。どう、何、何、いきなりやめてるよ来るとこ。何か長い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 。止まるか。待って、うん、消えた。二度とやんないよ俺。てことで皆さん、幽霊列車、クリアいたしました、はい。もしかすると他のエンディングもあるかもしれませんが、なんか満足したんで、うん、この辺に終わりにして別エンディングは動画見て楽しみたいと思います。はい、はい、てことで、また次回のチラーズアート作品楽しみだよって人はぜひ高評価、グッドボタン、それチャンネル登録忘れずに押してください。また次回の動画でお会いしましょう。ブワー。